にゃんにゃん、こんにちは。やっほーみんな、調子はどうだ？今日はレッスンがこの後あるから配信早い時間にしようと思って。こんにちは、やっほー。おはようみんな、今日は何時起きだ？しまよしよ、やっほー。なんか眠い。かえん、今日別に遅く起きたわけじゃないんだけど、なんか眠い。なんでだろう。お仕事ね、朝からお疲れ様です。新年早々お疲れ様です。仕事中だけどやること全部。本当早くない？まだ15時とかだよ。こんにちは、やっほー。こんにちは、やっほー。みんなこんにちは。髪型ポニーテール。でもかいね、髪の毛短くなっちゃった。エクステ取ってないんだけど、量を多くしたエクステ。まだエクステの部分だけ切った。だけど今ちょっとポニーテール納得してないから、もう別に今日レッスンだけなんだけど変えようかなって思ってた。こんばんは。夜早起きしたから眠いのか。それはそう。なんか最近でも目覚めるのが早くなった。なんか気づいたらそう起きてて、それがめっちゃ7時とかになるようになった。いいこと？こんにちは、ワンワン、にゃんにゃん、にゃんにゃんです。そうそうね、夜ずっと起きやばかったよね。毎日起きてたけど、お正月でめっちゃ寝たの。もうあの寝正月で、それでなんか生活リズム、寝すぎたから早く起きれるようになったのかな。ふふん、にゃんにゃん、やっほー、こんにちは、やっほー。今1年で一番暇な時。そうなの？年末寝ると。え、そうなんだ。なんか新年って初売りとか、初売りとかあるか分かんないけど、お店の人は忙しいのかと思った。初売りみんな行きましたか？彼は見ただけだ、見るだけで終わったけど。ワンワン、ヤッホー。ワンワン、ニャンニャン。初売りね、もう終わっちゃうけどね。初売り買いに行こうって思った日の前日に、初売りこの日までですっていうのを見てショックだった。こんにちは、やっほー。こんにちは。初売りないのか。じゃあ大丈夫だ。私の仕事明日から。私もライブ明日から。お仕事頑張ってね。長い休みを超えて悲しいけど、お仕事。おー、頑張ろうねみんな。楽しみ。かえんさ、髪短くなったから明日髪型どうしようって思っててさ、ハーフアップにしようかなって。ハーフアップの練習をしたんだけどさ、納得いかなくてポニーテールに今してんだよね。エアーさん、ラブレターありがとう。こんばんは、初見さん、ありがとうございます。見に来てくださって、ぜひフォローしてってください。お願いします。どうしようかな、髪型悩みどころだった。あ、お仕事始めはまだ未定。まだ未定なの？
つでも初めに来てね、スブスラッシュ。みんなサブスクちゃんと聞いてる？ね、大事大事。そう、ちゃんとみんなサブスクいっぱい聞いてね。モノクロいい曲だから。こんにちは、こんにちは、やっほー。雷聞いてる？雷好き？雷好き雷カイも好き。一番でも好きかも。了解しました。待ってる、待ってます。でモノクロも好き、雷もどっちも好きだな。雷とかもモノクロいいよね。好き。ツイッターもうすぐ、確かに3000人もうすぐだね。頑張る、頑張ります。インスタもね、あとちょっとで 1.2 万だから、みんな拡散してくれたら嬉しいです。モノクロかなり好き、嬉しい。やっぱ違うもんね、なんかスブスラ感ないからギャップがあるのかな。好きって言ってもらえるの嬉しい。はい、こんにちは、やっほー、こんにちは。雷鳴らせ。本当にライブ早くしたい、明日だけど明日だけど早くしたい、マジで。楽しみだな。でも今日本当にみんなに会うのが初めての、新年初なのね、メンバーみんなに。こんにちは、やっほー、こんにちは。まだ年明けてからそんなにいっぱい人に会ってないから楽しみ、めちゃくちゃ楽しみだ。この前のライブモノクロ成立してしっかり聞いてた？モノクロでもね、この間本当にね、なんか良かった。一番最後の12月30かな。明日の主役元気ないと思う今治るかな明日の主役。治るといいんだけどね。そう、最先端フォーミュラーやるから見に来てね。私たちの時代今きらめく、チャ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 。ジャムズさん曲マジでめっちゃ好きだし聴いてたから嬉しい。最先端フォーミュラー、私たちの時代今キラーキラー、にゃんにゃん、やっほー。うん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 、エアさんハットありがとう、ありがとうございます。リュウシさんもハットありがとう、ありがとうございます。嬉しい。そうピさん、そこでペンライト、そうなの、落ちサビの時ピさんはジャムズさんが好きでライブめっちゃ行ってる人だから、そうずっとジャムズさんやりたいってずっと言ってた。大きな壁に立ち向かってにょメラメラ燃えるなにょ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 にゃんにゃんワンワン
こんばんは、ありがとうございます。初見さん、ぜひフォローしてってくれたら嬉しいです。お願いします、お願いします。みんなツイッターフォローしてね。明日はやっぱ赤じゃないとダメ。え、みんな赤つけるの白いなくなるじゃん。赤つけるとき、写真のときとか赤つけてくださいって言われたときだけ赤つければいいんじゃない。かに白つけてないとみんなどこにいるかわかんないからレスできない。にゃんにゃんやっほー、つしろさん、そうなの、あのね、ゆいぴはね、つしろさんが好きなのね。でつしろさんはつしって呼ばれてんの。だからかりんのこともつしまだからつしって呼んでくんの。だから話してると、え、今どっちのつしの話してんのってなる時がある。そう、つしって呼ばれる、ゆいぴには。かりん、つしないよ。何でもいいんだけどね。大きな壁に立ち向かってもメラメラ燃えるあたにゃ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 。楽しみだ、ちゃんと覚えよう。今日のレッスンでちゃんと頑張ります。みんな来てね、待ってます。生誕来てください。久しぶりの単独なので来やすいとは思う。にゃんにゃん、ワンワン、ワンワン、ヤッホー。赤4本、白2本。おめでたい色。確かに。でもみんな白振ってね。白を振んないとかよ、わかんない。本当に基本ライブ中白振ってる人しか見えないから。そう、白振ってる人しか好きじゃない。こんにちは、受験さん、ありがとうございます。ぜひフォローしてってください。かわいい、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。やっほー、にゃんにゃん、こんにちは、こんばんは。もうでも夕方って感じするけどね。かわいいやん、嬉しい、ありがとう、ありがとう。声間に合わない、悲しい。じゃあでもお話でもできるのかわかんないけど待ってるね。ガッピーさん、ハート、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうね。本当に楽しみだ、久しぶりのライブ、ガチで楽しみ。不安だけどみんな来てくれるか。ぜひ待ってます。4月はでも本当にライブ多いからめちゃくちゃね。うん、エアさん、欲しい、ありがとう、星、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。今日その5日まで、5日生誕だから5日まで頑張ってゆいぴとダイエットしてたんだけど、本当に昨日挫折しそうになったけど大丈夫、大丈夫だったのね。だから昨日朝に、朝ごはん食べてから今日まだ食べてないの、今日まで食べてないの。もう鬼お腹すいたのね。だからもう今日絶対もうすぐ食べる、配信終わったらって決めてた。かりんちゃん好き、嬉しい、ありがとう。やった、6日連続配信してる。6日連続配信してる、イエーイ。そう、1月どんどんね、やばいよね、20とかあるよ、多いけど。みんな多いからさ、みんなに会えるかわかんない、みんなに会いに本当に来てくれるか
わかんないけどさ、そう、来てくれたら嬉しいです。急に、え、マジで暇だった配信マジでお正月暇すぎて、だってかい、もうずっと一人でいいんだよ。だからもうやることがないのねやることがなさすぎて配信した一人で無言なのが辛かった。あと YouTube を見すぎてもう飽きたそう、でもこれを機に続ける、え、わかんないよ、全然10日とかなんなら明日とかで終わっちゃうかもしんないけど続けれるところまで続けるね。なんか連続にしたら続けたくなっちゃう。ホワイト担当、オーラが水色、水色、初めて言われた、嬉しい。水色っぽい、水色似合うかな。食べないです、最悪ないか。でもね、お水は飲んでるから大丈夫なんだよね。そう、カニに昔の相方と連絡、え、全然連絡取ってるよ、全然。誕生日、誕生日だったよね誕生日おめでとうって言った。カニちゃんお肌白いかな。でも今はさ、ちょっと自然光さんがあるんで、自然光があるから眩しいけど50回以下ありがとう、やったね。大きな壁が立ち向かってもメラメラ、配信たまにでも嬉しいよ、無理やしね、任せて、任せとけって配信ね。でもなんか今ショールーム豪華、ここになんか新年っていう感じの背景だからさ、新年だからやっとこうって思った。お水じゃん、お水はお腹いっぱいにはなるけどね、お水の飲みすぎだと。飲みすぎはあんまりちょっとよくないけど。こんにちは、初見さん、やっほー、よろしければフォローしててくれたら嬉しいです。やったー。でも今日ねレッスンだからそんな長く配信できないんだよね。25分くらいまでにするね。こんばんは初見さん、ありがとう、見に来てくれて。よろしければフォローしててくれたら嬉しいです、お願いします。よかった、赤い富士山、赤い富士山、紫じゃない、豪華、めっちゃなんかいいよね、イベントごとなのかな、でさ変わるの背景が楽しい。その間に配信しますね、いつまで続くか分かんないけど。でもみんな配信やった方楽しいでしょみんなが配信好きなのは知ってます、知ってるから、そう配信します、じゃあそうね。でも本当にライブある日とかだったら、かりん多分配信18歳になるまで22時までしかできないのね。だからそれだとさ、ちょっと続けるのが厳しいのよ。22時って大体ライブの日だとお家にいないからさ、帰ってこれないから、まあ朝とかお昼やればいいんだけどねそういうことなんだけど、楽しい、やった、嬉しい、そう言ってくれて。そう、でも頑張って続けれるように頑張ります。カイは三日坊主で有名だからさマジで本当にそうね、
そういう時は誰かに物販にも10時過ぎたら出れないし、だから早く誕生日来てほしいな、早く誕生日来てほしい。大きな亀が立ち向かっても、メラメラ燃えるおためのにな。でも明日ゆいぴの生誕だから多分帰るの遅くなるんだよね。だから今日ぐらいの時間かな、配信するとしたら15分とかそんぐらいしかできないと思うけど、今日はこれから出かけん、え、初売り？ありがとう、また来てね、待ってます。そんなこと誰も思ってない。わかんない、わかんないよ、かや明日どうする、配信できなかった、6日坊主。はじめまして、こんにちは。え、初見さん、ありがとう、見に来てくれて。よろしければフォローしてってください。こんばんは。好きなアイドル、ときめき先生、あ、ときせんさん、好き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 だよね。チュラさんとか、よるあみさんが好きですね。そう、2ヶ月と20日、そんな少ないんだ。桜学園かりん好きだよ。ベリシュピーシーってますってやつでしょ。響き合うワクワク、にゃにゃにゃ。でも初期面とかしかわかんないかな。あんま、あのベビーメタルさんがいたぐらいの時しかわかんない。そこら辺の時代しかわかんないな。そう。でも本当に YouTube 最近アイドル見すぎて、アイドルしか出てこなくなっちゃった。アイドルと東海オンエアしか出てこなくなっちゃった。そう、すごいアイドルマスター、アイドルマスターじゃないんだけどね。勝手に名付けられたんだよね、別に。あ、いや、アイドルマスターじゃないんですけどって、アーシャ公開された時に、なんであんたアイドルマスターじゃないのにアイドルマスターって書かれてんなってめっちゃ言われた。こんにちは、ヤッホー、ありがとう、初見さん見に来てくださって、よろしければフォローしてってくれたら嬉しいです。にゃんにゃん。もうちょっとで、じゃあちょっと25分になっちゃうので、あと何秒、あ、でもあと20、あ、違う、あと6、5、40秒ってことか。でもありがとう、みんなこんな時間から配信見に来てくれて嬉しい。え、本当に明日配信できるかマジで分かんないよ。一番怪しいけど、そう、見に来てくれたら嬉しいです。待ってます。エアさん、ハート、ありがとう、ありがとうございます。じゃあランキング読むね。13位ヤグッチョさん、ありがとう。12位レール LCIR さん、ありがとう。11位リュウさん、ありがとう。10位ミアさん、ありがとう。9位ガッピーさん、ありがとう。8位ジョニーさん、ありがとう。7位ユミン、ありがとう。6位おーちゃんさん、ありがとう。5位662さん、ありがとう。4位アンデューさん、ありがとう。3位ユージさん、ありがとう。2位ヨシさん、ありがとう。1位エアさん、ありがとうございました。ありがとう、みんな配信見に来てくれて、ありがとう。明日ライブ来てね。ちゃんとみんな白振るんだよ。おめでたいことだけど、ちゃんと白振ってね。赤じゃなくて白だよ。ありがとうございました。じゃあバイバーイ。